こういうこと言っちゃいけないですよ。いろんな味です。アイビーの次だよ。ついに入れちゃいますよ。僕の部屋のテレビの中で君は毎日侵されてるのさ。フェラチオパイズ日常プレイレイプに誓う。ただただ見ていた。不思議の国のアリスのように暗い闇に迷い込んで、池袋の風俗店で働いてるって雑誌で見たよ。きっと君を迎えに行くから、もうしなくていいんだよ。君のことだけをずっと探していたよ。交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずないのに。季節は巡るけど強かった。